後2回にわたって、私の3つお願いである。1、握手。2、仰向け。3、足食べ。についての動画をアップしました。各項目1ポイント満点、合計3ポイント満点の結果は、1回目は、豆類派グリーン。握手 0.5 ポイント、仰向け 0.5 ポイント、足食べ0ポイント、合計1ポイント。2回目の、豆類派ブルーの結果は、握手 0.5 ポイント、仰向け1ポイント、足食べ0ポイント、合計 1.5 ポイント。でした。さて、今回、鳥はウロコインコパイナップルです。私のお願いは聞いてくれるのでしょうか。お願い、ナンバーワン。握手。では、早速、ウロコインコパイナップルに握手してもらいましょう。左足から。あれあれ、すっごい躊躇してる。握手したくない気分が、モリモリ状態。じゃ、少し強引に握手を強要してみようか。上下に動かしているのは間違いなく私の指です。体勢も引き気味。次に右足握手はどう？左足よりはスムーズに私の指の上に置いたよう。動かしているのは今回も間違いなく私の指。じゃ、テイク2。1回目よりはかなりスムーズ。引き気味の体勢もだいぶ緩和されているようです。右足は自ら足を出してきた。これは良い感じ。判定は、これはもう OK 牧場でしょう。満点の1ポイント。躊躇した件は忘れました。お願いナンバー2。見ての通りです。何の文句もありません。しっかり仰向けができます。このウロコインコの場合、購入後ほぼすぐに仰向けになれた記憶があります。一回仰向けになれた後は仰向けになれない時がありません。横から見ると背中全体で仰向けになっています。前々回の豆類派グリーンのように足で私の指をがっちり掴むこともなく、足は完全フリー状態です。特に時間を計ったことはありませんが、この仰向けを結構長い間継続することもできます。そしてタイミングが合えばこの状態で自分のお腹の毛づくろいもします。豆類派より大きいウロコインコは割と自由度が高い印象です。判定は、完璧 OK 牧場でしょう。満点の1ポイント。全く問題なし。お願い、ナンバースリー。足食べ。インコ大好きひまわりの種をあげてみます。足食べしています。というより基本的に私が与える食べ物に対して全て足食べです。与えている食べ物は直径1センチメートルくらいのペレットとこのひまわりの種です。もっと小さい粒の場合は足食べはできないかもしれませんが、以前豆類派グリーン編での繰り返しになりますが、私がペットショップで鳥がこんな食べ方をしている姿を見て衝撃を受け、いずれはこのような鳥を飼ってみたいと思っていました。鳥は口を食べ物に移動させそして食べると思い込んでいた時でした。それではこれから50秒間足食べをご覧ください。足でどのようにひまわりの種を握っているかもご覧ください。これまた OK 牧場です。私の3つお願いを全て叶えてくれました。合計はもちろん完全無欠の3ポイントです。今まで勝ったことはありませんが、これからも勝えないです。もっと大きな大向けの鳥はどうなのか興味津々です。